デカラキン TV レディーゴー。ブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパフ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 、イエ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 イ。ということで今日はヴィレッジヴァンガードの福袋だけでキャンプ生活できるのか、ということで山氏が来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、こちらケニーズファミリービレッジさんに来ています。前もねここでねキャンプしたことあるよね。でここで今日はですね、ビレバンの福袋って本当にいろんなもん入ってるじゃん。もう中にはさ、キャンプに役立つ道具とかも確かに入ってた時あったなと思ったので、ワンチャンあれだけで本当にキャンプできるんじゃないかっていう思ったんで、今日はなんと3種類のビレバンの福袋を買ってきました。それがこちらです。なんとビレバンの値段の違う3種類を買ってきました。でまずがこちらが3600円の福袋ピンクです。続いてこちらが5500円、2023年福袋パープルですね。全部なんかおしゃれだよね。可愛らしいね。可愛い。こちらうわでけえ。こちらが11000円の福袋ブラックです。これは絶対入ってるよ。めっちゃいいの入ってると思う。では早速開けていこうと思います。どれからいこうね。まあうん、そうだよね。そうそうそう、一番安いやつからいこうか、うん、3600円のピンクの方から上げていきたいと思います。本当にいろんなもん入ってるもんね。何が入ってるのか分かんない、ね、分かんない。はい、来た。はい、うわ、やましい、うん、もう早速あったよ。もうキャンプ用品、キャンプ用品しか入ってないわ。これマジキャンプ用品だらけ。これいくよ、うん、まず一つ目、はい、シート。まずはこれも座れるじゃん。それね、これつぶつぶついてるから滑り止めもあるでしょ。滑らない、砂利の上でも滑らない。いや、そんなことあるかこれでまず拠点じゃん。で続いてなんだ、ウサギのぬいぐるみかな。ウサギ年だからだよ。ああ、盲点だったわ。それは合わせるよね、干支にね、うん、なるほど、かわいい。ウサギ年だからウサギのぬいぐるみですね。これも枕じゃん。なるね。いけるよね。いけるいける。ではなんだこれ、なんだ、ワニかな、カメかワニみたいな、ワニっぽいんですけど、ここ開けるとここにキャップがついてて、中から、はい、エコバッグ。あのいや、あんま言うな、ちっちゃいとか。エコバッグでもさ、持ってるだけだとさ、なんか恥ずかしかったりするじゃん。確かに。でもぬいぐるみ持ってたらさ、かわいいねとか言われて、で必要な時にここから口の中からエコバッグバーンって取り出せる。ちっちゃいね、確かにね。俺の頭のサイズぐらいだもんね。ちょっとした買い物行く時とかに、うん、いいよね。ということでこちらエコバッグ入りのぬいぐるみでした。さあ続いて、超でかい。これ期待できるな。これ寝袋かもよ。寝袋の可能性もあるわ。なんだ、うわ、あったかそう。超あったかい。バスローブ？バスローブかな。うん、そう見えるね。いや、いいじゃん。もう暖かくなるものをゲットしたね。キャンプにバスローブ？寝袋ない人はバスローブでしょ。あ、すごい。あ、全然いけんじゃん。いい感じ。なんか変。うん、変だよ。なんか変。そうか。でもそれいるのかなと思ってきたね。紐いるのかなって。何、いるでしょ紐は。何を押さえてんのだって。このボタンだけじゃやっぱ心もとないから、やっぱり。いや、あったかいよ、ほら。あ、後ろから見たらね、そんな変じゃないわ。でも浴衣っぽくてかわいいよね。まあね、後ろからだったらそうだね。じゃあこれは寝袋代わりにしよう。見てほら、もう暖房器具がだいぶあったかそうでしょ。寝ることはできそうだね。できそうだよね、うん、まあ寝たら絶対俺はみ出るけどね。これ続いてこちら、吸水ふきふきタオルだって。これもう出かけにぴったりだわ。ペットとか赤ちゃんに使えるって。これはですね、はい、ここに書いてるみたいに両手を入れてこれで拭いてあげるんだって。首から回してずれないってことか、タオルが。あ、そうそう、あ、そうだ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 。これいいじゃん、ほら。おー、こうやって後ろからこういってこう拭いてあげるっていう、うん、じゃあちょっと今汗かいたから、うん、山下後ろからこれ拭いて、ちょっと、まあ、やっぱあのここら辺、あ、そ、もんじゃれもんじゃれ、リンパ揉むんだって拭いてあげてるんだよ。血管止まるだろお前。汗かいたでしょ。だけど頸動脈揉んだらすぐ切れちゃうんだから、出かけの場合は。ちゃんと頼むよ、はい。あ、江戸ちゃん、もむな。これ、あったけえな。手袋じゃないんだよ、それは。でも、確かに、山氏の言う通り、手袋としての使い道もいいね。ね。超あったかい。吸水性もあるし、あったかいんで。これさ、3600円のやつは、暖房器具だね。布系が多い。そうだね。で、最後です。はい、こちらが、エコバッグハンカチ。エコバッグにもなるハンカチってこと？あ、ほら。持つとこがついてる、ここにこうやって入れて、でエコバッグにもなるっていう。じゃあこれで汗かいたらちょっと拭こうかな。汗はねやっぱすごいかくから。寒いよ寒いよということでこちら3600円の福袋ピンクの中身がこちらです。もう完璧だね、うん、もう寝れる信号をもらったような感じですね。もう食べ物とかね、もっと遊ぶものとかも欲しいね。もう絶対入ってると思うんで、早速続いての福袋開けたいと思います。続いて5500円の福袋パープルです。
はい、じゃあ早速こちら開けていきたいと思います。料理器具とホットプレートみたいに入ってないかね。そういうのも前に入ってたんだよ。そういうのが入っててくれたら嬉しい。はい、それではまず最初にすごい潰れてるけどこれなんだろうね。ちょっと開けてみます。お、クラネ来たよ。はい、ということで、うわー、なるほど。はい、こちらがですねビッグぬいぐるみのシャチです。正月に欲しかったもんね、シャチね。な、何それ、シャチ欲しかったよ。正月にシャチが欲しい初めて聞いてるよ。抱き枕としてどう？あるじゃない、全然。正月生さ、寒いからさ、人恋しくなるじゃん。その時にこの抱き枕でいけるって、シャチを抱きしめて。歌歌うの？シャチを抱きしめて冬？歌いださんわ、お前。シャチ置くよ。続いて、うわ、これ嬉しいわ。バブルカメラダック。これさ、俺カメラだと思って出したんだけど、うん、違うって。自動でシャボン玉が飛び出るんだって。炭酸電池3本は別売りです。これ別売りか、電池。よいしょ。でかくて可愛い。あ、シャボン液も別売りだって。でもうちに大量にあるんで、シャボン液リッターであるんで、うちにシャボン液そんな家ないよ普通。そう、なんかあのバブル銃みたいなのね、楽しんでた時があって、うん、家に超あるんで、これ家で楽しめるね。バブルカメラダックゲットしました。いや、暑いね。すごいね。さっきゲットしたこれで、よいしょ、いいタオルゲットしてるわ、これマジで。続いてこちら。おお、すげえ、初めて見た。スマホスタンド&ティッシュボックス。この組み合わせ見たことないね。ないよね。ああ、どういうことなんだろう。はい、こんな形のが入ってます。で、部品とかもあるんでちょっと組み立ててみようと思います。はい、ということで完成しました。それがこちらです。これはもうここのケニーズさんで撮らせてもらった動画ですね。で、これをこの横から入れられるのよ。横からこうやってスマホ入れれて、うん、で、しかもここからティッシュ。なんか良くない？なんか家にこれでやったらさ、ちょっと雰囲気違って楽しく見れそうじゃない？はい、ということでこちらゲットしました。はい、続いて、おお、ヘッドスパワイヤーです。この気持ちいいやつ ね、 懐かしいよ、昔ね。見るかな、あのね、このなんか混ぜる時の切ったバージョンみたいな、うん、じゃあちょっとこれやってよ、せっかくだし。はい、お願い。刺さってる刺さってる刺さってる、広がってない、シンプルに刺さってる今。ゆっくりやるとか。はい、お願いします。はい、行きます。はい、刺さってる刺さ、痛い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 、刺さってるこれ難しいな、なんで刺さるんだこれ。これちょっと自分でやってみてよ。ただ突き刺してるだけだよ。あ、ダメだ。お、頭の大きさかな。ちょっとヤマシいい？はい、せーの。あ、いった、ヤマシがいったわ。あ、ドクドクする。いけたね今ね、刺さんなかったね。気持ちいいよ、気持ちいいよ。ちょ、もう一回やって、もう一回やって、うん、はい、いくよ、せーの。やりたいな、俺も。やってよ。いくよ。そっとそっとそっと。あ、来た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 。あー、もう感覚ないですね。なんでだよ。はい、ということで、ヘッドスパワイヤーでした。これどういう状態これ。新しいキャラクターみたいになってんや。そして、続いて。うわ、電動ケアガンフィーリーだって。マッサージか。マッサージ系多いね。パープルはマッサージ系多いわ。あ、そういえば名前ついてんのあったっけ、ピンクとかパープルにそれぞれの福袋に。そんなの、そっか。見して見して見して。パープルは詰め込みすぎました。詰め込みすぎました、はい、ってやつです。じゃあこっちのさっきのピンクは、このピンク巣ごもり女子のモフモフな福袋だからか。あったかい服とかたくさんだったんだね。そういうことだね。じゃあこちら、すげえ、弱中強最強ってあるらしいよ。こういうやつと、こちらの充電器が入ってました。これちょっとやってみようか。いくよ、うん、これが弱中強最強。ほら色が変わる。ここの今最強が青かな、これ弱が赤、はい、色が変わってるね、うん、じゃあちょっと弱からやって。どうですか。あー気持ちいい。あ、いいわ、一番いい。変えるよ、うん、中、おお、はい、次、内臓が揺れてるみたいな。強です。強、はい、もう強って感じもしないな。最強。あれ、ジャックが一番強かった気がするんだけど。え、本当に？うん。いや、合ってる。手でやったら その通り。あ、本当？うん。最後がドラム缶スライミです。スライムじゃなくてスライミだって。ということで、下にちょっとビニール袋引きました。ね、こぼれた時のためにね。はい、じゃあ行きます。せーの。お、硬い。あ、おぶね。あぶねえ。スライムだ。うん。あ、冷たい。気持ちいい。超気持ちいいよ。なんか新鮮なスライムって感じ。冷たくて超気持ちいいわ。ほら。うわ、すごいな。こぼれそうってなるね。じゃあこれ戻しましょう、はい、おかえり。はい、おかえりなさい。これいつでも遊べるしいいね、うん、ということでこちらドラム缶スライミでした。はい、ということでこちらで全部です。今回マッサージ器具とか多かったね。あとスライムとか入ってたの嬉しかったな。ということでこちら5500円の福袋パープルでした。ということで
最後はですね1万1000円の福袋ブラックです。これちなみに名称とかあるの？まるまるやってみたな福袋。 YouTuber 向けのってことだよね。そう、調理器具とかも入ってそうな気するな。ホットさんのメーカーがここに入ってるかもしれない、うん、じゃあ早速こちら開けていきたいと思います。おっしゃ開いた。おちゃんとした枕来たわ。スヤスヤって書いてあったり、うん、こっちは ZZZ、 本当にもう寝る用の枕だね、うん、うわいいね。名前もこのスヤピローですね。超触り心地いいよ。ちょっとだけ低反発かも。本当だね、うん、触り心地超いいでしょ、うん、続いて、はい、もうザキャンプのやつ入ってるよ。こんな入ってんだ。はい、これマジ焦るな。はい、すげえ。これキャンプの椅子です。リュックチェアだって。収納の時はリュックだし、座る時はやっぱ椅子としても使えるっていう。じゃあちょっと開いてみるよ。おお、あでここがリュックになってんだ。こうやってちょっとしたものクッカーとかだったら全然入るね。入る入る。ポーチ2つ分の大きさですね。ちなみにあのもう結構暗くなってきたね。で今ライトつけてもらってるけどさ、もう俺ライトでも何も見えないからね。すごい量のライトを目で浴びてるから今。いやこのタイプか。背もたれナイフタイプね。あーちょっと不安だな。じゃあ行くよ、せーの。あ、いけた。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。続いてこちら。え、すげえ、レジェンドカラオケマイクです。すげえマイクじゃん。スマホとワイヤレスを接続したら一人カラオケできるって。どこでもカラオケできるね。超豪華なマイクだよ。すごくない？うん、超スーパースターになった気分だわこれ。ちょっとキャンプ場ではでも使えないね。まあそうだね、大きい音そんな出せないもんね、うん、一緒に来たキャンプ仲間にこうやって振るのもいいよね。いやどうなるということでこちらレジェンドカラオケマイクでした。続いてこちらです。カラフルアンバランスブロック。名前が違うね、うん、ジェンガじゃないんだ。カラフルアンバランスブロックって言っていろんな積み方で OK なの。ジェンガの積み方だけじゃないんだよ。でタワーを崩した人の負けっていう。面白そう、うん、今度やろうよこれ。そうだね。まあでもねさすがにここでやるわけにいかんもんね。これも砂利とかあるからさ絶対できないよ。立ててる最中に倒れそうだもんね、うん、家に帰ってからやろうと思います。続いてはいこちら。え、これ有名なやつじゃない？曲げるとポキポキ音が鳴る。これでもさデカキンさ楽しみ方が分かんなかったのよ。これちょっと一回遊んでみようか。初めて行くよ。おお気持ちいい。いい音鳴るねこれ楽しいわ。分かったかも今初めて。なんかさ勝手にデカキンはさ洗濯機のホースでみんな遊んでんのかなって感覚だったの。あれの何が楽しいのって感覚だったんだよね。はい、ということで全部つなげてみました。うん、端っこしか広がってないよやば、気持ちいい。山下ちょっとやってみる。音とかも含めてなんか全部ああ振動もなんかいい感じだね。ね、うん、超気持ちいいよこれ、うん、ということでこちらポップチューブでした。最後、はい、山下とうとう来たよ。何来た？最後とんでもないもの来たよ。デカキンが待ちに待ったものが来ました。お、それがこちらです。調理器具です。タグとりあえず潰して焼いてみた。おー、タグとりあえず潰して焼いてみた。潰して焼くやつだ。あ、横に例が書いてあるね。こうやってね、メロンパンとかでも潰していいよとかね。これさモザイクかかってるけどさ 100% これハンバーガーだもんね、うん、そうだね。そうだよね、うん、こんなにパッケージではしゃいでる子供見たことないわ本当だよ。楽しすぎて、うん、でもこうやってうますぎって。ただモザイクかかってるってことはこれ多分マックなんだろうねじゃあこれちょっと開けてみよう。開きます。よいしょ、せーの。うわー、超高級感あるじゃん。発泡さんに入ってるもん。発泡シロールの発泡さん。すげえ。すげえ。ほい、こんな感じなんだ。だからここに物を置いて、これやってこうパチンだよね。ここで押し潰してくれるっていう。ああ、そういうことなんだね。で今日たまたま電源付きのキャンプ場なんですよ。はい、これじゃあ電源つけて食べてみようか。うん。あと息もう白くない？白い。結構吐いててみて。超白いんだけど、うん、カメラには映ってないかも。映ってない、うん、映ってないかじゃあとりあえずこっち料理していこう。じゃあ早速今電源を入れまして、チーズバーガーどう？チーズバーガーこれチーズ溶けてね、うん、美味しくなりそうじゃない？じゃあこれで試してみよう。じゃまず開けて、あもう若干もう焦げ臭い匂いしてるもん。じゃあまず表面に油を塗ります。はい、じゃあこちらチーズバーガー、はい、いきます。うわこれいい感じだね、うん、これ置きまして、ちょっとこっち側にやった方がね多分ね、どうせこっち押し出されるからいいと思う。じゃあいきます、せーの。ほらね一気にかんけダメか、せーの箸かなんかないとダメだ。箸かなんかずれちゃうね、どうしても。いけるいける、潰れてる潰れてる。うわ潰れてる潰れてる。
めっちゃ、あー、チーズが食べてきたよ。タジ知る、うん、美味しい証拠じゃん。ちょ、これ食べていい？端はね、いただきます。ごちそうじゃねえか、マジで。あ、やばい。もういいかもね。うん、電源オフにしました。はい、開けてみます。せーの。おー、なんかカニを潰したような感じに見えない。見える。こんな平たくなるの。しかもさ、これ多分だけどハンバーグの部分だけこっち飛び出てるよね、うん、っていうことは一番こっちがうまいよ。すっごっ。じゃあこちらいただきます。うわっ、うまっ。もうせんべいみたいだもんね。すごいね、ほんとだね。いただきます。あ、パンがあるとめっちゃうまい。え、ハンバーガー感はあるの？ない。あ、もうなくなんだ。うん、パンの部分マジうまい。じゃあこれハンバーガーと添えてね。はい、じゃあこのまま。怖えな。はい、せーの。あ、うまっ。超うまいよね。うまうまい。このパンの部分とかえぐいほどうまいよこれ、うん、チーズパンみたいになってんだ。だからこの風味出てうまいんだ。マジハンバーガーが違うね。うん、違う食べ物、うん、今後もこれめっちゃ使おう。これマジでラスト一口です。いただきます。うん、ということで完食です。ごちそうさまでした。ポニュー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 、デカキン TV。 はい、ということでもうなんかビレバンの福袋でキャンプできたね。もう普通に寝る場所もあるし、うん、暖かくなるものもね、最初のやつでゲットできたし、しかも快適さのねマッサージ器具とかもゲットできたし、で最後にはめっちゃ美味しく食べれる、マジで最高のキャンプなのではないでしょうか。これもう完璧なキャンプでしょ。いや、よかった、最後よかった、一番ね、最後よかった、うん、あれでも帳消したよね。そう、ビレバンさん本当にありがとうございます。最高のキャンプでした。ということで、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。